はい、ということでこちら桑原有給生オンラインのおまけ動画でございます。はい、はい、こちらはですね、今桑原有給生、オンライン収録終わった直後でございます。はい、その辺の感想をちょっと喋っていきたいと思いますけど、桑原さんいかがでしたか？ネタが面白いっていうのを、うん、いろんな方から聞いているということで、うん、ネタがまず楽しみだったんですけど、はい、最高でした ね、 ねえ、やっぱああいうなんかいろいろ漫才、あれこれやってるんだろうな、うん、あとねやっぱねもう間ですね、もう間がねやっぱ練習してる間というか、はい、どれだけ言葉を削って合いの手にできるかみたいなのって多分もう僕らよりも多分上の漫才のレベルになってると思いますから。そうか、意識してなかったですけど、うん、心地よいって思ったのはその間だったんですかね。多分聞きやすいリズムでパン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 って2人で組んでるんだと思います。わ、何回も見たくなるようなネタでしたし、うん、そうですね、トークの方もね、うん、熱い思いと言いますかまあ本当に、いや、やっぱね言っても若手って苦労してるからっていうのもあるんですけど、はい、その出しどころ全間違いやってることはここでやることじゃないんですよ。なんだって、はい、いや出しどころは全部間違えてます。トーク見てもらったら分かります。これが裏側だ。いやいや違う違う違うんですよ。それをここでやるべきじゃないんですよ本当に。なんかはい、息のいい局員の前でやるべきです。活目せよ。そうそうそう、活目してください。こうやってお仕事を取る。違う違う、こうやって仕事が取れないっていう。取れない、はい、出しどころ間違うとっていう話です。でもめちゃくちゃ面白かった。面白かった。助けてあげたいって気持ちが。そう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 、はい、だやっぱどうしても多分2人とも絶対人懐っこいんですよね。そうですね、そうそう、その感じがちょっと出てるし、はい、なんかだからこそあれを言われると俺らは何もできないけどなんか言えるところに行ってあげたいとか思っちゃうんだよな。一体何が起きてるんでしょう。そう、何があったのか。クラゲ、何がクラゲなんだというところをねぜひ見ていただければと。ぜひぜひ、はい、こちら本編見るには向井ワークス、ニコニコチャンネルのね、会員になっていただければと思いますのでよろしくお願いします。お願いします。はい、ということでお相手は天使向井と桑原有紀でした。バイバイ。